土煙を上げながら走るラリーカー。今回の主役はラジコンですね。それにしてもこのボディ傷だらけじゃないですか。実車の競技でもかなりハードなところを走るので、逆にピカピカよりもある程度走らせて汚れてきたところがかっこいい。車についた傷や汚れも含め、実車さながらのリアルなラジコンカーに魅せられた宮川雅史さん。見た目も走ってる姿もその実車のラリーの競技車に近い動き、だからもう画面だけ見てるとあれこれラジコンなの実車なのみたいな感じになるのが理想です。宮川さんのお気に入りは WRC 世界ラリー選手権で実際に活躍した車たち。ボディはもちろん、走りの要となる足回りも実車に近いパーツを組み合わせてセッティング、本物のラリーカーの動きを再現しているんです。ラジコンは確実にモータースポーツです。思った以上にモータースポーツでした。追い求めるのは実車と見間違えるほどのリアルな走り。オフロードを走るラジコンに魅せられた宮川さんの極上ライフに密着します。主はこの方、カスタムバイクの塗装業を営む宮川雅史さん。宮川さんの趣味はラジコン、中でも過酷な環境の中で戦うラリーカーにハマっています。それにしてもこのボディ傷だらけですね。走らすことでラリーカーらしい味が出てくるというか、迫力が出てくるというか、こう実際の車が跳ね上げてボディに当たるとこと同じとこに傷がついていくので、まあ、ある意味よりリアルになっていくというか。宮川さんのこだわりはラジコンにリアリティを持たせること。特に思い入れが強いのは今修理しているこの車。今から25年前、宮川さんが中学生の頃に作ったセリカ GT4。 中学校の時に初めてラジコンを買って、その頃に作ったボディそのものです。その中学校の頃がいろいろな意味で原点というか、当時からリアルに作りたいなっていう気持ちは持ってたように思いますね。実はこのセリカ、90年代に WRC 世界ラリー選手権で活躍したトヨタ初のフルタイム 4WD マシン。これ丸くヌメヌメした感じのデザインが変わった時の衝撃は今でも忘れられないですね。車が好きになり始めて、モータースポーツ好きになり始めて、好きで好きで仕方がなかったんだけど、まだ免許も取れるわけでもないし、自分がここに座ったらっていう、そういう目線で多分やってたと思います。90年代の WRC の世界、ラリーの世界を再現できる、そこは今楽しいです。ラリーの世界、そのリアルな再現を追い求める宮川さん、こだわりが高じてセリカのガレージまで作ってしまったんです。そうですね、自分がガレージを持つとしたらこういうのがいいなっていうのがこう想像してね、作ってますね。タイヤを交換している最中なんでしょうか、工具に手袋、さらにこれはね、エアツールのホースをまとめるホースリールなんですけど、これ何だと思いますか？網戸の下の滑車なんです
ホームセンターとか100円ショップはこういうのの宝箱みたいなんで使えるものがないかなっていうのはいつも考えながら探してますね。おや、ここにもセリカがありますが、これはで、これはね、64分の1のミニカーなんですけど、これをね、置いとくとちょうどね、ラジコンのような大きさになるんですね。なるほど、ここだけ切り取るとラジコンが実車のように見えてきますよね。ここは宮川さんのこだわりを形にしたもう一つの秘密基地。ある日、ラジコンを走らせに来た宮川さん。ここはこういうラリーカーのラジコンをこう楽しみたいがために仲間たちと一緒に作っちゃったところです。僕らだけのコースです。ん？このコース自分たちで作っちゃったの？本当だ、個人サーキットって書いてある。ここ作る時に思ったのは、こういう土と草でコースを仕切ろうと思って、でこういう段差を持たせたことで、まあ、リアルにも見えるし車も壊れにくい。やっぱり飛び出しちゃ危ないところはフェンス区切らなきゃいけないんで、こういうガードレール風に作りましたけど。ラジコン仲間の土地を借りて1年がかりで作ったプライベートなラリーコース。中でも宮川さんが特にこだわったのが、ここのヘアピンのことを FRC コーナーって呼んでますけど、ここが一番迫力がある感じで、ガーッとケツ振りながら回っていくんで、ここが見せ場ですかね。難しくてなかなか面白いコースだと思います。ラジコンカーにリアリティを求める宮川さん、実は今チューンナップ中の車があるんです。それがこのポルシェ911。1978年の WRC モンテカルロラリーで優勝。しかもこのカラーリングが使われたのは一度だけという特別な車なんです。しかし、このポルシェにはラリー用のキットはなく、オフロードを走らせるための足回りは自分で調整するしかないんです。これもともとオンロード用のシャーシをオフロードラリーで走るようにちょっと仕立ててる最中なので、長年かけてこのポルシェをラリー用に改造してきた宮川さん。かっこよく走っているように見えますが、宮川さんの表情は今一つ。なぜなんでしょうか。正直全然まだまだ気に入ってないですね。だからまだ走りにくくて楽しくないですね。でボディとかこうね、せっかくリアルに作ってもいざ走らせてみるとおもちゃみたいな走り方だとちょっと残念な感じがするんですよね。改めてポルシェの走りを見てみると、路面の段差をうまく吸収できていないため車が跳ねてしまっています。ジャンプ台では車体が前のめりの着地に、
どうやら原因はサスペンションにありそうです。